界の大御所で知られる歌手森進一さん、加えて元妻は歌手の森昌子さんなので、3人の息子はまさにサラブレッドです。今回は森さんの三男ヒロさんについて、学歴やマイファスの活躍をお伝えしていきます。第一章、森進一の三男はロック歌手のヒロ。森進一の長男が ONEOKROCK のタカさんのというのは有名な話ですが、実は三男も歌手で成功しています。名前は森内博樹さんといい、ロックバンド MYFIRSTSTORY のボーカルヒロとして活動中。MYFIRSTSTORY は音楽フェスにはすっかり常連で、海外アーティストとのコラボも行ってきたバンドグループです。三男のヒロさんは1994年生まれなので、2023年で29歳になります。ヒロさんは2002年、8歳の頃からジャニーズ事務所に入所。当時としては最年少のジャニーズジュニアでした。兄のタカさんもジャニーズ所属であったため、憧れがあったのでしょう。また、森進一さんのコネがあれば容易に入ることができたと思われます。三男のヒロさんがジャニーズにいたことは事実で、タカさんとの2ショット写真もあります。兄弟で顔と雰囲気がよく似ており、二人ともイケメンですね。また、タカさんの膝に乗るヒロさんはやんちゃそうで、兄に可愛がられている感じも伝わってきます。それもそのはず、年齢が6歳も離れているので可愛い末っ子的存在であったのでしょう。しかし両親が離婚した2005年、ヒロさんはジャニーズ事務所を退所しています。離婚による環境の変化や、兄のタカさんも2003年に退所したことが影響しているかもしれませんね。そして高校生の時、ヒロさんはタカさんの家から通学していたことをきっかけに音楽の道に興味を持ちます。MYFIRSTSTORY が2011年に結成されると、ボーカルに抜擢され音楽活動がスタートしました。バンドの人気も順調に上がり、2021年にソロデビューも果たします。ヒロさんは頭の回転が速く、トーク力が高いと言われています。バラエティ番組ダウンタウンナウやドキュメンタルに出演し、芸人の松本人志さんからも認められていました。また女性からかなりモテていることでも有名です。これまで女優の山本舞香さんとのディズニーデートや、グラビアアイドルの林夢さんと、元 AKB の谷川聖さんとの二股疑惑まで報道されています。また、元カノに2回中絶をさせたこともガーシーから暴露されしまいました。ヒロさんがモテるのは末っ子らしく人の懐に入るのがうまいことや、会話上手のためでしょうね。しかし MYFIRSTSTORY が売れてからは女遊びが激しく、やんちゃな一面もあるようです。第2章、森進一、三尾ヒロの学歴が庶民的で意外。ヒロさんは森進一さんと森昌子さんの息子とだけあって、裕福な家庭で英才教育を受けたことでしょう。ところが学歴は意外と庶民的で、公立の学校で教育を受けています。小学校は渋谷区縦上南小学校に通学し、都内の公立中学に進学。高校は多摩目黒高等学校を卒業しました。高校以外は公立なので、ヒロさんは一般家庭の子供たちと一緒に育ったことになります。しかし森谷の兄2人は慶応に進学し、エリートコースを歩んでいるのに末っ子だけ庶民的な経歴とは不自然ですね。森進一さんは演歌界のスターですし、お金には困っていないはずです。ヒロさんが公立に通ったのはお受験で不合格だったためと言われています。昔から苦手なことが多かったと発言しており、ジャニーズジュニアのレッスン講師からはダンスの才能がないと言われたことも。また同級生の間ではやんちゃで有名でした。授業中は歩き回り、他の子にちょっかいをかけていたとか。
森雅子さんも誤って回っていたそうですよ。ところが勉強は不得意でも、音楽の成績だけは優秀で飛び抜けていました。保護者の間では、やはり守谷の血を引いていると評判だったそうです。芸能人が珍しい公立の学校では、保護者たちから注目されてしまうのも無理はないでしょうね。ヒロさんは華々しい学歴は持っていませんが、音楽の才能と親近感あるキャラクターが人気です。森進一さんの存在を鼻にかけることはなく、誰に対しても礼儀正しく、気配りを欠かさないとのこと。YouTuber のヒカルさんからは、音楽の才能はすごいけど、どうしてもお笑い要素があふれ出ているといじられる場面も。また、松本人志さんから気に入られて、バラエティ番組でも存在感を放っています。もしヒロさんが慶応に合格し、エスカレーター式で大学まで進学したら、また別の人格になっていたのではないでしょうか。私立の学校は入学者を学校側が選抜するので、似たような家庭と経済力、性格の子供が集まった環境と考えられるからです。ヒロさんの立ち回りの上手さや親しみやすさは、公立でいろいろな境遇を持つ人と触れ合ってきたからではないかと思われます。第3章、森進一の三男ヒロはマイファスの活躍が話題。2011年に結成された MYFIRSTSTORY、 略してマイファスは、ヒロが作詞作曲ボーカルをするバンドグループです。結成から1年経たずデビューすると、 SUMMERSONIC をはじめ大型音楽フェスの常連バンドに成長。以降、海外アーティストとのコラボや全国ツアーも行ってきました。初の試みである47都道府県ワンマンツアーのチケットは全都市即日売り切れ。日本武道館や横浜アリーナ、埼玉アリーナなどメジャーな会場でもコンサート経験があります。目標は、兄であるタカのロックバンド ONEOKROCK を超えることと宣言。自身のライブで客席にいたタカさんを呼び込み、不可逆リプレースを一緒に歌ったことも話題です。またワンオクとマイファスは2023年に対バンライブを行うことも決定しています。日程詳細はまだ情報がありませんが、ヒロさんのタカさんへの宣戦布告とも見えて、共演が楽しみですね。ヒロさんは YouTube 公開の一発撮りパフォーマンス THEFIRSTTAKE にも出演。力強いハイトーンボイスが特徴的ですが、ハスキーな歌声には哀愁もありますね。THEFIRSTTAKE に抜擢されたということは、日本を代表する人気アーティストとして認知があるということ。マイファスもワンオクのような世界的アーティストになれたら、森進一さんも鼻高々でしょうね。